ございます。ひでまるです。ちょっと寝癖は気にしないでください。今日は一日ルーティーンを撮っていきたいと思うんですけど、今朝が9時、僕は夜レッスン終わるのが遅いので、まあ比較的朝もゆっくりです。じゃあ早速撮っていきたいと思います。よろしくお願いします。朝一はだいたいバターコーヒーを作って飲んで走ってきます。脂肪、良質な脂肪をしっかりとってっていう感じになりますね。バターコーヒーできました。僕はココナッツギーとグラスフェットギーを入れてバターコーヒー作ってます。これ飲むとなんか一日が始まるって感じしますね。それでは今からランニングしていきます。井の頭公園の周辺ですね。お疲れ様です。今からジムワークです。毎朝僕コーヒー取るんですけど、まあ練習前にもいつも練習前のルーティンでコーヒー飲むんですけど、もう好きなコーヒー屋があるんですよ。まあちょっとそこ寄ってからジム行く感じってなりますね。今日はもう試合前なんで、結構トレーニングはハードなんですけど、まあ、ちょっとコーヒー飲んで気持ち切り替えて頑張ってきます今ジムワーク終わって一回自宅に戻って、食事をしてからレッスン行ってきます。じゃあはい、自宅に戻ってきました。食事をしていきたいと思うんですけど、まあ、パパッと作って豆腐そうめんにアボカド、卵、そしてネギをかけて、七味をね僕好きなんでぶっかけました。でもう一つは昨日仕込んでいたオーバーナイトミール、オートミールをね、ギリシャヨーグルトとアーモンドミルク、あとはココナッツシュガーとかかな、使って寝かしておいてミックスナッツを振りかけて食べていきます。結構オーバーナイトミールはうまいんですね。アボカドとかアーモンドとか、やっぱり良質な油はもう常に意識して取るようにしています。今から府中まで電車でちょっと移動したいと思います。府中に到着しました。今からちょっと成城石井で買い物してからゴールドジムに向かいたいと思います。じゃあちょっと成城石井で買い物してきます。ミックスナッツとキンとアーモンドミルク、まあ、これいつもね食べるんで必需品です。じゃあ行きましょう。中駅から徒歩1分のゴールドジム中東京にやってきました。今日はこちらの4階でレッスンです。じゃあ行ってきます。
はい、はい、いきますよ。なので1、体を大きく返してしまうとコンパクトに出ないので、肩甲骨の柔らかく使って、これを10回やっていきます。ジャンプ、背中を柔らかく使えるね。はい、いきます。1、はい、お疲れ様でした。長い時間これで終わりです。とりあえずもう帰って寝るだけなんで、もうこれで終わりますけど、この動画が良かったらぜひチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。ありがとうございました。